はい、今日は9月の20日、金曜日、ただいまの時刻は、10時40分です。前回の続きのエリアから、やりたいと思います。
展させていただきました。やっぱりね、こう自分が経験した機械と細かいところが違ったりするので、そういうところはやっぱりちょっと注意をしながら、やっぱりどっかにぶつけたりとか、あと田んぼのあぜを崩したりとか、そういうことがないように、それを一番気をつけました。あとは詰まらせないことですよね。詰まらせましたけども以上になります。高橋さん、今日は、昨日土砂降りで、今日の午前中はもう、稲刈りできるような、状態じゃなかったので、最初は、メンテナンスをやっていたんですけど、古い方の、コンバインの、ベルトが摩耗していて、取り替えるっていうことで、そちらは農機具屋さんに電話して、部品を待って いながら、もう一台の新しい方で、午前中は1枚買ったんですけども、その1枚が、一番多分水が入らない場所だったんですけど、雑草だらけで、稲刈ってるのか草刈ってるのかよくわからないぐらいの、状態だったんですけど、本当に水大事だなっていうのが改めて分かりました。で、後半は前だという補助が離れてるところだったんですけども、そこが午後からは2台体制で、行けたので、前田というエリアがトレード終わったので、良かったです。明日からはまた、3日間、イベントと、無農薬畑掛けが待ってますので、3日間頑張りたいと思います。以上です。最後までご視聴ありがとうございました。終了時刻は5時23分でした。以上です。